シャンティは、米国の英語ワードテクノロジーズが開発した、コンピュータゲームのシリーズ。ローカライズされた、日本版の公式サイトでの表記は、シャンティだが、言語の表記及び発音は、シャンティあるいは、シャンティに近い。ジーニーを母に持つ少女、シャンティの冒険を描いた、アクションアドベンチャーゲーム。基本システムは、ゼルダの伝説や、メトロイドに近いものとなっており、 新たな能力を得たり、各フィールド内の謎解きや街での情報収集も行うことで進行する。基本的には、主人公であるシャンティが、ポニーテールの髪をしならせて攻撃したり、ベリーダンスを踊ることで魔法を使ったり精霊を呼び出したり、作品によっては変身することで難関を乗り越えいく。第3作目であるシャンティ海賊の呪いでは、 例外的に、シャンティがジーニーとしての力を失っているため、代わりに、海賊たちから武器を奪って、自分のものにしていく形でゲームを進めていくこととなる。シャンティ海賊の呪いの開発者であるマット・ボゾンは、自分は、日本のアニメや漫画を見て育ってきたため、シャンティシリーズ自体にも日本的な要素が多く、含まれていると話しており、シャンティ海賊の呪いでは、日本的な要素を強めるべく、 たまたま、シャンティのファンアートを投稿していた、日本人イラストレーター、やべまことを採用したという経緯を持つ。さらに、第5作目となる、セブンサイレンスにおいては、OP のアニメーションの制作にあたり、日本のアニメ会社であるトリガーを起用している。第1作である、シャンタイは2002年に、カップコン USA から、ゲームボーイカラー用ソフトとして発売。第2作目である、 シャンタイ、リスキー、エスリュベンジは開発元のウェイフォワードテクノロジーズが発売元となり2010年にロシー用ソフトとして配信された。そして第3作目であるシャンタイザパイレーツカーズは2014年に 3DS、Wii U 用ソフトとして北米で発売された。マットボズオンは第1作発売時の状況についてシャンタイは ロックマンのような雰囲気を持つため、カプコン USA が発売してくれたのだろうと、振り返っている。シャンタイの後、ゲームボーイアドバンス用ソフトとして、続編のシャンタイに、リスキーレボリューションの開発が行われていたが、パブリッシャー側の都合でお蔵らいりとなり、ドシーウェアの配信サービス開始を受けて、シャンタイ、リスキー、エスリベンジ、というソフトが作られた。なお、 プラットフォーム変更に伴いシャンタへ、リスキー、エスリベンジは、シャンタへに、リスキーレボリューションとは全く違うゲームとなったため、シャンタエに、リスキーレボリューションそのものは未だお蔵入りのままで、あるとボゾンは話している。シャンタへ、リスキー、エスリベンジは、その後スマートフォン向けアプリとして、シャンティリスキーの復讐という放題で配信された。また、2014年7月に、シャンタエ リスキー、エス・リベンジ・ディレクターズ・カットのタイトルで、PC 版が、DL 販売プラットフォームスティームで配信され、2015年4月には、第3作目である、シャンタイザ・パイレーツ・カーズも配信された。シャンタイザ・パイレーツ・カーズは、シャンティ海賊の呪いという放題で、2015年11月19日に、3DS 用ソフトウェアとして発売された。 シャンティ海賊の呪いは 3D 立体史にも対応している。2018年10月25日には、ナンテンドスウィッチ版が配信された。第4作目である、シャンタへ、ハーフ、ジニーヒーローは、キックスターターを通じた制作資金集めに成功し、数年の制作を経て、2016年12月に、マルチプラットフォームで発売された。 こちらは Steam 版において日本語ローカライズされているが、ところどころ怪しい部分が存在する。また、前作同様に日本のコンシューマーゲーム向けのアルティメットエディションを制作、発売、DLC の要素も一括して収録しているほか、外部依頼による日本語ローカライズの再構成が行われている。ありがとうございます。